青コーナーよりアキラ入場。赤コーナーより柿原雅人入場。スペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー180センチ99キロ、アキラ。赤コーナー180センチ95キロ、柿原雅人。かっきー、打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。足を抱えます。後頭部返事、ロックアップ、ボディスラムです。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。行くのか、ボディスラム、長打を見舞います。かかとを振り下ろしてのキック。まあ、プロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。ブレンバスターに取りま、打たせません。抜けてまいります。組み合います。倒してまいります。組み合います。 UWF という3文字にこだわり続けます、この柿原雅人。これまでのレスラー人生で数々の団体を渡り歩いてきたこの柿原、しかしこの男の U の魂というものは不変なものであります。裏アキレス腱に移行してまいります。ロープに逃れます。腕をフックします。簡単にはいきません。組みに行きます。ビクトル式で締め上げてまいります。掴んだ、エルボーを入れていきます。強烈な勝負、このあたり決まり具合いかがですか？これはまだ入ってませんね。
顔面に掌底を見舞います。ボディースラムで投げてまいります。蹴ってまいります。キックを打っていきます。起こします。行くのか。逆に投げてまいります。ロックアップ返してまいります。強烈であります。 DDT 抱えます。外してまいります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。この後の空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。振りほどきます。腕を回します。逆にバックに回った。重いですね一発が。強烈なキック引き起こす。首根っこをつかんだ。反対に回りましたね。ブロック状況か。腕をフックした。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。完璧にたどり着きました。ギロチンドロップ強烈。組み合った。サンドリューで決めていった。ローリングスマット。後ろを押し切り気味のフライングニューキック。アマルス式のタックル外した。スマット立たせていく。ブレーンバスター行くのか。ブレーンバスターで投げつける。掴んだ。強烈キック攻撃。スリーパー落とすのか。いけるか。ビクトル式に持っていった。クラッチの体勢。頸動脈を絞り上げる。ガチッと組み合った。コーナーに振って逆にパンチ。リングに戻ります。起こした。蹴っていった。いけるか。正面から投げていった。あっとラリアット決めに行くのか。組み合った。後ろ回し蹴り起こした。コブラクラッチに取った。あっと耐えた。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。抱き起こす。フロントキック。ガチッと組み合った。逆に返した。足を取った。ドラゴンスクリューで倒した。立たせていく。あっと返した。うまく切り返した。放っていくのか。コーナー最上段からドロップキック。ソバット鋭い。ソバット打ち込む。引き起こす。
小脇に抱え込んで立たせていく。組み合った。あっと、ローテンツだけ釣ったか。ガジェット組み合った。ビクトル式に持っていった。